ちょうど今が旬とされるアサリ。味噌汁の具としてはもちろんバター焼きや酒蒸しなど食卓でも人気ですが、下ごしらえをするときにほんの一手間を加えるだけでワンランク美味しくなるテクニックがあるそうです。その一手間とは蜂蜜を一滴垂らすだけなんです。アサリを砂抜きするときに塩水を使いますが、その塩水に蜂蜜を一滴垂らすことでアサリの旨味がアップするそうです。その理由はどこにあるのでしょうか。それは蜂蜜に含まれるブドウ糖によるものです。アサリの旨味は琥珀酸という成分によって生み出されます。ブドウ糖にはこの琥珀酸の量を増加させる性質があるからです。さらにブドウ糖はアサリのサプリメントにもなり、成長速度がおよそ3割促進されることが分かっています。そして蜂蜜で旨味が増したアサリを美味しく食べるには十分な下ごしらえが必要です。まずはアサリの表面についた汚れや腸炎ビブリオ菌を取り除くためにアサリを水でこすり洗いします。続いて 500ml の水に大さじ1の塩を加え、海水と同じ 3% の塩水にし、アサリが全部隠れるくらい浸して常温の暗所で 2、3 時間砂抜きします。この際に蜂蜜を一滴加えます。この時低温だとアサリは休眠状態になってしまいますので、冷蔵庫には入れないでください。今が旬のアサリに旨味アップの蜂蜜効果を試してみてください。アプリウェザーニュースではお天気だけでなく季節の情報もお届けしています。ぜひダウンロードしてご活用ください。